どうも、シャーペンです。今回は、マーチの初見攻略ということで、パーティーなんですけどね、いや、狭い、本当に。で結局、限られてたんですけども、まあ、アリス、マルタ、足の速さ重要そうなんで、その辺と、まあ、本当はクーヤ、上手くなったんですけども、間に合ってないんで、まあ、次回攻撃に行こうというわけで。多分クーヤだと思うけどな。まあ、周回は特に支障がなかったら、クーヤ、マルタ、アリス、フレンドも、マルタかアリスかって感じですかね。クーリーの利点は、まあ、爆発なんで、もしかしたら友情コンボが入ったらマルタと相性がいいみたいな、そういう利点はあるんですかね。まあ、そんな感じで、頑張るぞ。もううちの Wi-Fi ぶっ壊れて今、1分遅れてスタートだ。マルタ、行きます。はい。さあ、とりあえず、初見勝ちたいけども、まずはギミックを理解すると。で、新ギミック名前なんだっけな？壁にレーザーのやつ。壁にレーザー。あ、貫通制限。あ、もうこれで反射死んだな。4人いるし。これあるんか、レーザージェネレーター。もうとりあえず上がってけばいいか。あ、もうあるな。これもそうなんですね。うんうん。で、結構友情コンボちょっと入ったな。伝染切り、あ、6本地雷。じゃあワンチャン1、2体とかだったらありなんですかね。で、待って、じゃあこれ多分レーザーを弱点当てたいですね。4フレして、ここだ、4フレして、これで、これいいっしょ多分。あ、若干ずれてんのか。おい、太っ。ああ、これ初手結構安定するんじゃないですか。だってもう初手、なんだ、足早かったら4つペンペンペンでいけそうっすよね。で、こいつらもまあ一応、レーザー意識の方がいいんすかね。なんだ、1人1本ぐらいの感じで、行きたいが、こんなんかな。また新しいの考えますね、ほんと。今のところ全員支障はない。あ、めっちゃ友情コンボ入ってる。マルタか、これもしかして。めちゃくちゃ友情コンボ入るんだけど。え、マルタゲーしてる？もしかして。マルクエリ？クエマル？貫通制限、ドクロ、レザーバリ。これでもレーザー扱いだと思うよね、今の感じ。誰貼ってんだ、これプニか。じゃ、一旦プニ処理ですかね。てかもうずーっと壁はもう永続なんだ。わかりづらいな、これギミック。まあ、とりあえず処理するか。多分貼ってますよね。いや、ボスも張ってない？届くか、これ。ナイス、ダッシュ M。オッケー、レザーバリ消えた。おと、ちょうど足りなかったけど。いや、これ結構固定打ちありそうっすね。マジ、アリアぐらい、安定する人はめちゃくちゃ安定しそう。これ、ペンペンして、もうちょいこっちかな。結構太いから割と猶予ありそうっすよね。これいったでしょ。オッケー。弱点登場。え、めっちゃ今のところ楽だぞ。まだ裏あるんかな。これどうするかっすね。4にするか、縦で2本当てるかっていう。これ。まあ、太いから当たるか。で、今のところちょっとアリスがいいって言おうとしたから、友情コンボ入ってたからな、雑魚に。結局足の速さ正義っぽいですね。強え。なんか豪絶のストレスがないですね。削りがしづらいみたいな。ストレスがすごい少ない。まあ、一応これ4フレでいいな。4フレ意識なら、ある程度出てくれそう。ナイス。4ステージ目かな。なんかサクサクだな。怖っ。サクサクすぎて怖いぞ。レザーバリ、とりあえずプニ処理が先ですかね。できれば、さっきザコもできてたんで、プニ処理して、最後に、スンって入るみたいな。これいいんじゃない？おお、いいね。めっちゃ今のところ、あ、呼び出し、めんどくさい。何そこ。え、こいつ倒せる？それともただ邪魔なだけ？バリア張ってるから、でもレーザーも通んないだろうし。邪魔者？硬いもんな。ただ邪魔なだけなんですかね。ああ、ただ邪魔なだけな気がする、これ多分。だレーザー通んないでしょ、どうせ。ただ邪魔するやつ。これ早くしないと増える、もしかして。で、一応これ上下の2本当てればいいでしょ。
ちょいずれすんな。あら、死んでるな。マルタに殴ったからか。さっきクエリーだから足りなかったんですかね。マルタの地雷で結構入ってくれてるな。でもマルタ友情入ってるな、普通に。なんだこいつ。ナイスナイス。4分28秒。初見豪絶と思えない速さ。多いな。ここ、これ次ボス戦ならもう。こういうとこ意外と難しいんですよね。結構初ターンで割と複数点持っていかないと真面目に負ける。ただマルタも入ってたんですよ、この友情コンボ。できればマルタも当たりたいんですよね。だクエリー経由して、ただ壁4フレは絶対にしたい。これと、いや、これちょっとでも若干もったいないな。え、いけるか。これいい感じにいきそう。いいんじゃないこれ。いや、全勝で美味しい。ボス戦じゃない？え、これ楽か？もしかして。このまま豪絶楽で終わるか？結構闇豪絶って怖いですからね。これまで見てると。ボス戦から難しいみたいな。とりあえず、レザバリを処理と。レザバリじゃないわ。プニーを処理。あ、でもこれもクエリーで対策できるもんね。まあ別に、倒せるんですけど。クエリー打ちゃいいもんな。あー、初めて下に入んなかった。補正で、マルタ。なんか地雷くれますね。地雷くれて逃げる。んー、どうしようって。ちっちゃいぞ。弱点ちっちゃい。これと帰ってこれるでしょ。とりあえず1本当てたいですね。いや、強い強い強い。マジで楽。いや、マルタ打ってよかった。これとかタコ殴りじゃない？あれ、下きついか。あれ、下手くそだな。若干下手だった。いや、あれ、全然なんか、え？こんな削れていいの？レーザージェネレーター強え。いいのか、これで。どっちがいいんだろうな、マルタとアリス。でも、今んところ全員輝いてる。優劣がつけられない。アリス足速いし。アリス足速い。マルタ友情コンボちょっと入ってる。あ、勝てえ、ここ。ここさ、ここ4フレ必要か。下に油断しないとこ。これ SS 打つか。ビットンのあれもあるんで、邪魔な気がする。ちょ、ラスゲ欲しいけど、まあ8ターンだから溜まるっしょ。という甘い考えで負けましたっていう未来は勘弁ですけど。いや、上立ってない。だって蘇生もないな。俺届いてほしい。とりあえず処理と、いや、ボスに入ってるし。これザバリ何？また移動だけだもんね。うん、これ多分抜けれるし、 OK。 え、難なくラスゲ。ちょ、怖い、マジで。ラスゲだけ超むずいみたいな、そういう展開ある。いや、少ない。まあ違う、これ多分ドクロ処理したら来るな。どうしよう。まあ、ここか。ここ2つで、右上と左下処理からの、あと下に行って4フレ。いいんじゃない？ 2 本入るし。あ、勝てえ。2回ぐらい必要。で、ビットン邪魔。あ、これクエリありやきゃすんな。これだってデザバリ消せるっしょ。まだこれでいいんか。あら、これちょっと足りねえ気がする。頑張って、クエリ行ってるでしょ。いや、行ってないけど、まあ、ああ、下が足りてないし。いや、ビットンがひしひしと邪魔。どんどん打っていこう。ここは足速い方が絶対にいい。処理する。これ、何これ、ドクロ。弱点か。
あとはこれビットが邪魔なだけもしかして。じゃあクエリオ欲しいな。一応追撃撃つか。ここ入るよ。もう若干左寄りしないと危ないか。なんだこの追撃でビットンやってくれたら嬉しいですね。とりあえずマジ1本1本当てる。当たってね一番の目標がダメだった。まあそんなもんか。いや邪魔者がいっぱい来た。邪魔すんな。何で削って、これ普通に殴りか、マルタの。いや、こうなってマジクエリ欲しくなる。うわ、パーティーどうしよう、これ集会。まだ勝ってないけど。処理できるとはいえ。めちゃくちゃ邪魔。下当たってませんよ。いや、意外と削りむずい、痛い。意外と削りが、難関。勝ちはしたと思うけど、トリマ1本でいいんすかね。まあ、弱点がもちょっと入ってるから、マジ4フレが最終目標で、最終目標というかもう最優先で、1本だけ弱点当たったらいいぐらいの感じでいい気がしますね。まあ勝ちでしょう。ドーン。まあゴリゴリでしたからね、パーティー全員良かったな。うん。でクエリちょっと欲しかったっすね。レザバリが邪魔な場面あったんで、クエリ入れよっかな。マルタかアリスどっちがいいんだろう。でも普通マルタも、普通の動き、SS 打ってない時は、両方とも一緒の感じでしたし、ダッシュもあるんで、動きやすくて。マルタにしよっかな。めっちゃ回りやすかった。回りやすかったじゃない。めっちゃやりやすかった。豪絶にしては。ノンストレス。楽しかったです。いいクエスト。よかった、コメントなんか皆さんのクリアパーティーお待ちしております。まあ、おすすめ手製キャラとかいましたらね、書いてください。あと、続いてチャンネル登録もしていただけるとこんな感じで、毎日放送動画投稿してるんで、よかったら登録していただけると、これから頑張っていくんで、どうか、よろしくお願いします。では、ご視聴ありがとうございました。サリス。